はい、えー、それでは監査論の令和三年度の論文式本試験解説を始めていきたいと思います、えー、担当レック専任講師久坂ですよろしくお願い致しますはい、えー、今回はね、えー、令和三年の論文式試験ではちょっと出題傾向が変わったように見えましたよね、えー、第一問も事例問題第二問も事例問題のように見えましたそこがですねまあ今回は 受験生ちょっとしあのびっくりしてしまったんじゃないかなということはあったと思いますが出題された論点に関しては監査上の主要な検討事項、ね、これはもう大山でしたよねどの予備校もおそらくここを一番の,あの出題予想としていたと思いますし、えー、2問目の、ね、グループ監査もこれはレックとしてはね、えー、過去ずっと出てなかったので、まあ、どっかで出るだろうということで、えー、かなり出題可能性はあると。

必要だ細かく必要なあの分析できてなければならないっていう問題じゃないのでまあ事例が絡んでいるけどまあ純理論問題に近いというふうにあの、まあね、あの我々は分析しています。で第2問のグループ監査もあのいわゆる例年の事例問題よりはですね事例色が薄いかなと事例を読まないでも解ける問題が多かったかなというふうに思います。 ということで、えー、見せかけね問題文の見せかけはあのどっちも事例問題という形であの受験生をねこう揺さぶるような感じで出してきましたけれども、えー、実際にはあのそこまで事例問題ではないということが一点とあとまあ過去ねこれは各当連でもいつも言ってるんですがどう出るかわからないっていうのは本試験の時ね今後も意識していただきたいと思います、えー、両方理論問題っぽく出るかもしれないし両方事例がねまた続くかもしれないこれはねもうどうなるか 分からないこれは、えー、先入観を持ってて解くと余計ねあの焦りが生じてしまいますますしてや監査論第1科目目ですからそういった意味で、えー、先入観を持たずに取り組むということとあとはあの多少、ね、事例があったとしても実は事例を見なくても取れる問題っていうのはあこれは当連の中とかでもね言ってますけれどもあのたくさんありますので、えー、問題をどこを読んでどこを読まないかそういった主捨,捨選択もできるようにしておくとねいいかなと思います。 では早速第一問目、えー、監査上の主要な検討事項をね見ていきたいと思います。えー、これね令和三年の論文式本試験の問題です。でまああの解説なんでねまあ皆さん一回問題はある程度見た。 こととがあるという前提ではいいきたいと思いますが、えー、まず第1問、まあ、50点半分の点数で「監察上の主要な検討事項について」ということでもういきなりですね出たって感じですよね「主要な検討事項について」ということで、えー、問題書かれています。で資料がこういろいろ与えられててちょっとね嫌なんですよこれ見ると。うわなんかシナリオとか書いてあるよっていう感じでね、あのー、難しそうに見えるんです。ここういうい時はですねこの具体的な の事例を見る前に問題1ね問題を見てしまうっていうのがね鉄則ですよね。で監査上の主要な検討事項にかかる監査人の判断及び関連するその他の手続きについてえ資料とか状況1この下に書いてある状況1も踏まえて問いに答えなさいということでここで聞かれてるのは監査上の主要な検討事項にかかる監査人の判断とか関連するその他の手続きということで監査人の判断その他の手続きここがポイントだと。で問1 監査人はエネルギー事業部門の元素の認識を監査上の主要な検討事項として監査報告書に記載したんですね。で、この説明においてシナリオ B に言及した。この場合に監査人は主要な検討事項をどう決定したのか、決定プロセスを3つに区分してその内容を具体的に説明しなさいということで、確かにここだけ見ると事例を見なきゃわかんないんで事例を見な見るということになりますが、 ただ皆さんねこの3つプロセス3つというところでこれでピンときて欲しかったんですねここは監査上の主要な検討主要な検討事項の定義を分かっていればですね3つのプロセスっていうのが浮き上がってきますこれを解説のねこのレジュメを作ったんですけどもこの問題1の問1ということでですねえっと 見ていきますねで、えー、監査上の主要な検討事項の決定プロセスとその具体的な内容ということで、えー、定義ここです監査基準の第4報告基準7に書いてあるこの定義はですね、えー、私の講義なんかではもう絶対覚えてくださいねと言ってましたなので、えー、ここの定義を思い出せれば3つの段階が分かったと思います行きます監査人はここです1個目、えー、監査の過程で監査役等と協議した事項 これが一つ目ですよね監査役等と協議した事項その中から次2段階目として特に注意を払った事項を決めるんだとこれが2段階目ですね。そしてその中からさらに丸さん当年度の財務省の監査において職業的専門家として特に重要であると判断した事項この3つの段階で最後の3段階目までいったものを監査上の主要な検討事項として決めなきゃいけないということになってますよね。ですからこの3段階、えー 監査役等と協議するそして特に注意を払ったものを決定するそして最後その中でも特に重要だとね専門家として判断したものを決めるとこの3段階に沿ってですね、えー、このエネルギー事業部門の減損の認識これが株になったと監査庁の主要な検討事項になったということを記述していくというそういう問題ですよね。 はいでえっ、ー、とまあ事例がねいろいろありますからあのー、ちょっとねここの事例の読み方っていうのは難しかったかと思うんですけどもあのー、回答ね、えー、のプロセスを、えー、レジュメに作りましたので、えー、このプロセスを一個一個見ていきたいと思います。はい で、その中でまず問題文としてね、必要なところ、まあ、上場会社 X の経営者はエネルギー事業部門に関してこれ、当該事業の環境要因とか規制強化販売量の減少予測ビジネスモデルの変更の必要性などを想定した2つの事業シナリオを作ったんだと。 言ってますねでシナリオ A はですね2に書いてあるんですけども現行のね規制状況が大きく変わらなくてこれまでの実績に基づく成長率を前提としたものなんだとでシナリオ B は社会要因のね変化あるいは規制強化があってですね、まあ、会社にとって厳しくなるような保守的な想定となっているということです。 1>, でえー、1つ目、丸三番として、ね、経営者がシナリオ A を採用したんだとでその時は幻想、えー、の認識の判定をしたけども幻想処理不要と判断したということなんです。一方 あまあ、それでごめんなさいこの後ね、えー、それに基づいてあの財務省に、ね、しっかり中期もなされてると一方経営者がシナリオ B に基づく事業計画を採用した場合これはどうなるかっていうと減損損失の認識が必要となるっていうこういうね2つの過程があるわけですよ。でシナリオ A を経営者は採用してるんですけども B だったら減損損失の認識が必要となると。でこれはですね想定される財務省の利用者にとって目的適合性があるということで利用者のニーズを満たすと言ってるわけなんですよね。 はい、でさらに、えー、5番としてね監査人は X の監査において検討事項カムを検討するにあたりシナリオ B がですねエネルギー事業部門の下の原則にかかる監査判断に重要な影響を与えているとシナリオ B がつまりね減損損失を認識すべきというこのシナリオ B が監査判断に重要な影響を与えているということここまでね見ておく必要があります。はい で一方で状況位置としてエネルギー事業部門のね、えー、母化は適正だと。でただ、まあ、将来の、ね、経営環境の変化によって、えー、将来事象は大きく変わる可能性があってですね、えー、見積もりの不確実性は高いとやっぱここですね現存の,その認識にかかる見積もりの不確実性高いんですよ。ね なので将来不確実なので減損損失の認識時期とか金額については経営者の判断に大きく左右されるとまあこういった状況なんですね。でプロセス1まずねこのプロセス1っていうのは監査の過程で監査役等と協議したっていうことですがこれはですねエネルギー事業部門の減損の認識について。 え見積もりの不確実性が高いっていうのはこれね問題文で書いてありました。プラスですねシナリオ B っていうのはこれはねまあちょっと難しいと思いますがこれ環境のねえ会計上の見積もりのところに「代替的な過程」っていうねえまあそういったあの文言が実はあってですねこの代替的な過程 っていう風にあのまあ書けるとね本当は良かったんですが、えー、このシナリオ B まあ大体的な過程書けなくてもねシナリオ B って書けばまあまああのいいと思いますが、えー、模範回答では大体的な過程という言葉を使っていますでえー、っとあそうですねこの大体的な過程はね換気法の260ですね解説にも入れておきましたが260の付録なんかにね書いてあるんですけどねでこの大体的な過程が 採用するか否かが減損損失の認識の要否に関わるということでまあこれ大体的な過程だったらね減損損失を認識するってことになったと。ということはねどういうことかというとこのですね減損損失の認識っていうのは企業のののの会計実務の質的側面ううち重要なものだというふうに言えますねこれはどういうふうな会計処理をするかっていうのは非常にね、えー、質的に重要なところだということでこの「 企業の会計実務の質的側面のうち重要なものについてはこれは監査役等とコミュニケーションしましょうっていうのがですね解説にも入れておきましたが環境260の14項に書いてあるわけなんですだからそこを参照してねあこのなんとかここにつなげたいわけですよ。プロセス1っていうのはもう定義上ね、えー、監査役等と協議した事項っていうのが分かってるわけですからじゃあ監査役等とコミュニケーションを実施する 実施するものって何だったのって言ったらこれがね環境260の14項にある、えー、企業の会計実務の側面質的側面のうち重要なものだということが言えればいいとでこれは見積もりの不確実性も高いし、ね、シナリオ B を採用するかどうかが、えー、減損損失の認識の要否に大きく関わってくるとだったらこれは、ね、出席側面のうち重要だとこの過程をですねまあ難しいですよね今回ね書くの難しかったと思います。えー、なので ここまでうまく書けるかどうかは別にしてただ あの3段階があるってことは分かったと思うんでねこの3段階だけは少なくとも関西区等とコミュニケーションしたとそしてその中から特に注意を払ったその中で特に重要であると判断したとここだけはね絶対書いていただきたいで本文,本文に当てはめるとこういったことになります。じゃあ2個目として特に注意を払うった事項を決めるということなんですがこれはね、まあ、エネルギー事業部門の現存の認識っていうのは見積もりの不確実性が高いってことはまあ同じですしさらにね経営者の重要な判断を伴う財務諸表の領域だと。 経営者の重要な判断を伴うです、伴うでしょということですよねこの問題文でも経営者がねどう判断するかによって影響が変わってくるとつまり経営者の重要な判断を伴う財務省の領域に該当しますで、えー、このですね関 解説にも入れておきましたが経営者の重要な判断を伴う財務諸表の領域まあそれに関するね監査人の判断こういったのは喚起法の、えー、701のですね701の第8項これに書いてあるわけですで <laughs> 主要な検討事項を決定する中でのねこの特に注意を払った事項を決める際に 経営者の重要な判断を伴う財務諸表の領域について考慮しましょうということが、換気法の七百一の発行に書いてあるわけです。逆算していくわけですねあの。特に注意を払った事項を決めるということで、特に注意を払った事項を決めるときには、何が影響するかというのを基準を見ていくと。換気を二百六十の発行で、えー、経営者の重要な判断を伴う財務諸表の領域に関連する監査人の重要な判断。 これはですね特に注意を払った事項を決める時に考慮するんだっていうことからですね逆算していくとじゃあですね、えー、監査人がシナリオ B っていうのは監査判断に重要な影響を与えているってことがわかると。 ね、で、えーまあ、経営者のね重要な判断を伴う財務省の領域であり見積もりの不確実性が高いというふうに減損損失の認識は言えますのでじゃあ論文としてはね減損損失の認識っていうのは見積もりの不確実性が高くこれは経営者の重要な判断を伴う財務省の領域でこれによってね、えー、シナリオ B が監査判断に重要な影響を与えてるんだとだから特に注意を払った事項に決めたんだというふうにですねあのこの定義から じゃあ何を書くかと特に、ね、注意を払った事項っていうのは何を書くかっていったら該当する換気法を見つけてだったらね、えー、そもそもこのエネルギー事業部門の幻想の認識っていうのはどうなのかっていうふうに当てはめていくということですよね。はい、で3段階目じゃあその中で特に重要だと判断したということなんですがこれはですね 経営者の主観的な判断に大きく左右されると、これはもうね状況1にも書いてありましたね。経営者の判断に大きく左右されるとで、しかも見積もりもですね。不確実性が高い。将来どうなるかわかんないって。ところから困難かつ複雑な見積もりだと。まあこのねえー、2つこれをもってですね。あの監査人が当年度の監査において、特に重要だと判断したというふうに言えると思いますね。なので、これも特に重要だと判断するってことは何かと。 いうことですでその時に、えー、まず現存損,損失というのはねこれ経営者の主観的な判断に大きく左右されるし困難かつ複雑な見積もりだと。でもう一つここがねまで言えるとの一番いいんですがシナリオ日、まあ、代替的な過程の情報っていうのは財財務務要利用者が財務所を理解すする上で重要と <laughs> 言ってますよねこれは問題文に <laughs> 書いてあったんですね。<laughs> これはえっと 財務諸表を理解する上で重要とまあ、監査判断ねここでごめんなさい想定される財務諸表の利用者にとって目的適合性があるとつまりシナリオ B っていうのは財務諸表の利用者のニーズにとって、ね、適合すると言ってるわけですよ。それをまあ言い方変えるとですねシナリオ B っていうのは財務諸表利用者が理解する上で重要だと、ね、いうことで、えー、このシナリオ B っていうのもですね あの財務省利用者があの知っておきたいい情報だととうことになりますなので、えー、これはねシナリオ B も含めてですね検討するときにこの、ねえー、とエネルギー事業部門の減損の認識、ねえー、これっていうのはあかあの監査庁の主要な検討事項になりうると、まあ、特に、えー、当年度の監査において重要だというふうに職業的専門家として判断したということが言えるわけですよね。 ですから、まあ、ここもですね、まあ、プロセス3がちょっと一番ね書きにくいかなとも思いますが、えー、ここもあの環境で言えば701の第9項あたりをね参考に、えー、なんとかですね書いていただきたかったまああのちょっとねこの真ん中のですねシナリオ B っていうのは利用者が理解する上で重要だと。 ねえー、いうことまで書けなかったとしてもですね、まあ、なんとか困難かつ複雑な見積もりで主観的な判断に大きく左右されるのでこれっていうのはね当年度の監査で特に重要だと判断したというふうにでもいいですからね、えー、ここはあのこういったプロセスで書けるとよかったかなというふうに思います。問、まあ、問題ははねの問1はね、あのー ななんてていうかかかこの定義が分かってるから書けそうなんですよ欠けそうなんだけど問題にあの当てはめていくと難しいということでここは特に問題1の問1は事例問題ですよねやっぱりねこれは事例問題と言えるでしょうね。なのでここをね最初から突っ込んでいっちゃうとちょっとあの大変だったかなと思います。で問いに問題1の問2。 実はでですすすねねこっちのが多分書きやすいんですよ、ね、監査上の主要な検討事項として監査人が提供する情報の記載範囲と未公表の情報とのね、えー、関係について情報の性質から説明しなさいただし監査人の対応は除くとまあそれ言っても書きにくいんですけどそう言っても書きにくいけれども問問題1の問1よりはねまだいいいかもしれないでこの時にね、えー、主要な検討事項として提供する情報の記載範囲 何を書くべきかっていうのと未公表の情報この関係の説明です。でこれをま素直にですね問題文を読んでそしてですね問院にに行きますとこれねあのレジュメにはこういうふうに書きました。えー、監査人が情報提供する情報の記載範囲と未公表の情報との関係です。でここではねまず 最初に主要な検討事項は監査の内容に関する情報を提供するものとまずやっぱこれを書きたいですよね。主要なな検討事項は情報提供なんだということですよね。しかも監査の内容に関するものですね。監査の内容に関する情報提供するものなんだと。だからこそね通常 企業に関する未公表情報を提供することを意図しているわけじゃないんだということでまずここを書いていただくのが良かったかなと思います。はい、でえー、っとそうですねで、えー、これはですね あのまあ平成30年の監査基準の改定全部ね、えー、なんかにも載ってるし環境701の、えー、A34 項なんかにも載ってるのでこれは解説にもね、あのー、入れてあるんですけれども、えー、とここがですねまず主要な検討事項ね、えー、っていうのは、えー、監査の内容に関する情報を提供するもので未公表情報の提供を意図するもんじゃないんだということ。 でそれで監査人は提供監査人が提供する情報の記載範囲っていうのは、えー、だからこそ二重責任の原則を踏まえて決められるんですよってこれがまずね大原則として大原則としてありますいいですか主要な検討事項は監査に関する情報提供なんだと、えー、情報提供なんで、えー、通常ね。 未公表の情報提供を意図するものじゃないと未公表の部分までね監査人が提供するとやっぱり二重責任の原則に抵触するってこともありますよ。なので監査人はね情報の提供の記載範囲は二重責任の原則を踏まえて決めることになるんだということなんです。 ただこのカムのところではね未公表情報はやっぱり、ね、社会の利益になるから必要だというふうに判断することもあります。で未公表情報の提供が必要だと判断した場合には主要な検討事項として監査人が提供する情報の記載範囲に含まれることもあるんだということで原理原則から言ったらね情報提供なので未公表情報までは提供することは意図していないと。ただ あのあごめんんなさいそれで二重責任の原則を踏まえるんだとただあ未公表情報を、ね、含める必要があるとこれはま社会の利益にね不利益企業の不利益よりも社会の利益が大きいということになればそれは、ねえー、主要な検討事項として情報提供する範囲に含めることがあるんだと。 こここの関係性でですすよよよね、まあ、ここも皆さんんん聞けばなんだよっていうと思うう思ただあのここをね問題にちゃんと沿って問題に答えるように書くっていうのはやっぱり難しかったかなと思いますので、えー、今一度ねこれ来年あのまだ試験受けたことなくて来年受けるっていう方はですね、まあ、こういった思考回路があの大事になってくるとにかく、えー、覚えてることを暗記を吐き出すんじゃなくて、えー、問題の、ね、問いに答えるという形で、えー、どうやったら問題の問いに答えることになるかっていうこと ことを考えながら書くってことをねこれから訓練していただきたいと思います。でえっ、ー、と、遠井さんに行きます。遠井さんはちょっとねまたシナリオとか出てきますけど X 社はシナリオ B を公表していないと。でシナリオ B っていうのは原損損失の認識があの必要な。 状況ですよねこれ公表してないとで監査人は財務省の利用者が適切に、えー、財務省を理解するために会計処理の背景となる、えー、より詳細な情報としてシナリオ B の,提供情,報の提情報が必要であると監査人としてはねシナリオ B の情報が必要だと。 1> で問1の決定プロセスでまあカム,カムとしてね、えー、この事業部の減、えー、損損失の認識エネルギー事業部門の減損の認識についてカムとなったその決定プロセスを経た後監査人はどのような手続きを実施することが適切かと。でシナリオ B をまずここ公表してないんです公表してないんだけどもシナリオ B の情報が必要だとまさにこれね問い2の誘導になってると思い問い2が誘導さなってると思いますけども未公表情報を開示することが必要なんだと。じゃあ未公表 情報を開示することが必要な場合にはですね監査人がいきなり開示するのかっていうとそうじゃなかったですよねこの観点から <laughs> 解説のレジュメ、えー、これね未公表情報の提供にかかる監査手続きと言って、えー、これはですね監査人が未公表情報であるシナリオ B に言及する必要があると判断した場合には何をするかと言ったらここですよ 経営者に追加の情報開示を促すと経営者にまず情報開示してくださいねとこれですよね監査人から自ら情報を開示するんじゃなくて経営者に情報開示を促すしかも監査役等とねあの必要に応じて協議を行うとこれをしてとにかく経営者から未公表の情報を開示してもらうとその上でですね、まあ、あの監査上の必要な検討事項に書くとこれがですね、まあ、通常の考え方です。 yeah えー、それでも経営者があの公表しない場合はね、えー、まあ監査人としてねそれは守秘義務が解除されて株、えー、に書くってこともありえますけれどもまずはね、えー、これ回答行数もそんなに長くないです23行ですよねですからここはですね、えー、経営者に追加の情報開示を促して必要に応じて監査役等と協議を行うそれによってですね未公表情報を経営者の方から開示してもらうこれがですね必要となるということね。えー、これを回答としてて書いていただくのがよ 良かったというふうに思います。監査人としてこれね、えー、決定プロセスを経た後どのような手続きを実施するかでいうのでいきなり開示するんじゃなくてね、えー、経営者に情報開示を促すまあこれがまず一番のポイントで必要に応じて監査役等と協議を行うということですね。はいまあ、これがえー、っと問い三ということになります。で、えー、問題にですね監査上の主要な検討事項の今度これです。 報告です。監査上の主要な検討事項の報告。まあここまでね。本試験でちゃんと。読み取るのは大変だったかもしれないですけども。 監査上の主要な検討事項の今度報告論のとこですよね。えー、これで問1、監査上の主要な検討事項と監査意見との関係について説明しなさい。もうこれなんかはあのレクでもね、もう東蓮なんかでももうそのまま出してるんですけども、ただ回答欄が多かったんですね。でこの時に何を書くかすごい悩まれたと思います。で主要な検討事項と監査意見っていうのは違うんだとね、全く違うんだとこれをですね、あのまず あのじっくりと行数長いので書いていただくのが良かったと思います。これ解説のレジュメにちょっとフローチャートでねこういう風うに書いてますけれども、えー、まず関西圏っていうのはこれ。 財務のの信頼性を保証すするるために記載するものなんだとこれ全然監査じゃ主要な検討事項は何かっていうと財務省を利用者に対し実施した監査の内容に関する情報を提供するために記載するものなんだということで信頼性を保障するものと情報を提供するもので全く違うんだと。で、えー、監査報告書における監査意見の位置づけが変更されるってわけでもないんだと位置づけも変わらないんだというねことなんです。したがって どういう関係にあるかっていうと主要な検討事項と意見は監査報告書で明確に区別して記載されるべき関係なんだとこのどういう関係ですかって聞かれてるんでこういう関係ですと必ず答えるんですね。いいですかね、えー、意見は 保証,保証なんだと主要なな検討事項は情報提供なんだ,とだからで、えー、位置づけね監査意見の位置づけを変更するものでもないので、えー、結局関係性としては「主要な検討事項」と「監査意見」は監査報告書で明確に区別されて記載されるべき関係なんだとまずここを言っていただきたいとで長いんでね答案がね答案回答用紙がでじゃああと何を付け足すかって言った時にまあこの辺を書くんでしょうねここはまあ他の別解も考えられるでしょうけどもじゃあ次ねえー 監査人が除外事項付き意見を表明する場合には除外事項付き意見の根拠区分に書きますよねっていうことをまあこれ記載場所のことをね書いてますでなぜならばその原因となる事項は性質上は主要な検討事項に該当するんだけども監査上の主要な検討事項の区分に記載してはならないからということですよねあくまでも意見の表明の範囲として除外事項付き意見を表明する場合にはその根拠の区分にえ記載すると一方意見不表明の場合は主要な検討事項の区分は設けてはいけないと これは、意見不表明の原因となった事項以外の監査場の主要な検討事項を報告するとそのね、えー、報告した事項主要な検討事項部分になんか部分的に信頼を付与しているかのような誤解を与える可能性があるということで意見不表明の場合は、えー、主要な検討事項区分を設けることは禁止なんだということでね、まあ、この出題者がねどういった意図で、えー 書いて欲しいいいててししかっていうところを悩ま,悩ましいんですよ回答欄が長いからでもまず関係性を聞かれてるんだから両者は、ね、明確に区別して記載される関係なんだということを書いた上でじゃああとはね、えー、この関西意見と、まあ、主要な検討事項との関係性があるところとすればですね、まあ、除外事項付き意見の,その根拠ねこの原因となる事項というのは当然主要な検討事項に該当するんだけど書く場所はえ根拠区分ですよとかですねあの まあ主要な検討事項ね、えー、と記載区分意見不表明の場合は設けちゃいけないっていうような、ね、ところをまあ書くんでしょうねそうしないと回答欄長いっていうところではあのーまあねえー、十分に埋まらないとただあのいつも私が講義で言ってますけど埋める必要ないんでねあのはっきり言ってこの上の 記載されるべき関係っていうところまで書ければもうほあの点数の大部分が来ると思いますよ、ねえー、単なる合格答案を作るって目的ではもうこのね両者明確に区別されて記載されるべき関係だってところまで34行書ければもう合格点ですよ余裕で、まあ、模範解答ですのでその他ね主要な検討事項と意見のところで関係性のあることを足して書いてますけどもここの下の2つは書ける必要はないと思っていただいていいです。はい ででは問いにですね、まあ、ここはもう本当に、ね、短い回答欄でしたけれども資料と状況にも踏まえて関西意見の根拠の区分と主要な検討事項区分に記載しなければならない事項ということで、えー、こうこうこうであって重要な虚偽表示があると中期とかね重要な虚偽表示があると会計処理には重要な虚偽表示があって中期にも重要な虚偽表示があるとで税前利益はこんだけ課題だって影響額も書いてあると。 で、えー、これはね財務省に及ぼす影響の範囲は重要だが後半ではないということであ限定付き適正意見なんだということがわかりますでこの事項のみがその性質上主要な検討事項だということで限定付き適正意見のそのことだけが主要な検討事項となった場合に何を書くかということなんですねで、えー、これはですねレジュメのえーと 最後に、ね、入れておきましたが意見の根拠区分に、えー、まずですね財務省の特定の金額に関連する重要な虚偽表示があの存在する場合にはこれです意見の根拠区分に当該虚偽表示による金額的影響額とそれに関する説明を記載しましょうっていうのが換気法のね705の、まあ、19から21項あたりとかね、えー、に書いてありますんでいいですかね特定の金額に関連する重要な虚偽記載があの存在するとこの場合にはですね えー、監査意見の根拠区分に、えー、その金額的影響とそれに関する説明を記載しましょうということですね。はいでですね、えー、次、えー、じゃあ定性的な中期事項に関係する関連する重要な虚偽表示が存在するとこの場合にはね意見の根拠の区分に当該虚偽表示の内容について記載しましょう。 とまあこれもですねあの「寒気法」の705の20項かな20項十1項に書いてあるので、まあ、その辺りをね参照できればよかったとあまあ原鉄基的政権ですから寒気法ね705そこを参照してこの2つのね、えー 金額に虚偽,記載が虚偽表示がある場合は根拠の区分に金額的影響とそれに関する説明とそして中期に虚偽表示がある場合は根拠の区分にその、ね、内容について記載と、まあ、これを書くんだということですね。で主要な検討事項の区分には何を書くかっていうとこれはね、えー、除外事項付き意見の根拠の区分に記載されている事項を除いては、えー、報告すべき主要な検討事項はないと他にはないんだということ、えー、これをですね書いてあげるという、えー、ことになりますね。 はい、ということでまあここのところもですねあの何とかねで、えー、とこのね他にあの検討主要な検討事項はないっていうのはですね、えー、換気法の701の15項とかね A58 項なんかに書いてありますんで、まあ、ここを何とか参照して書,け書いてほしかった問題ということになります。 1>, えまあ1問目ね言っても書きにくいですねこれは我々も結構時間を使ってて、ね、模範回答を考えてるんですよなのであの模範解答通りに書けるなんてとてもそんなことは、ね、ないと思いますがあのできるだけ、ね、あの今の思考回路で考えていって答えを出すと。で、えー、本試験の時はねこの今後あの来年以降、ね、あの本試験を受けられる方はあの問題文にちゃんと答えるように問いに答えるように考えると。 何か似たような問題があったから覚えてることを吐き出すっていうのはやめていただいてねしっかりと考えて書くっていうことの癖をつけていただきたいと思います。はい、ではね次、えー、っと第2問目のこのグループ監査について、えー、見ていきたいと思いますがこのグループ監査もですねあの事例をしっかりと読まなきゃ解けない問題っていうのはそんないなくてね。あの いきなり解けてしまうっていういのは結構あったと思いますね、まあ、一応あの本試験の解説ですから、えー、ちょっと簡単に事例見ていきますけれども校舎があってですね、えー、第22期ですねで 2000×1 年からの4月1日から ×2 年の3月31日までとでえっ、ー、と監査をする監査人 X がいるとで、えー、とグループ監査してますよとで国内外に子会社があって中堅クラス企業集団 まあ販売会社の ABCE と新規事業展開目的とした子会社 D からなるんだと。で概要がこうあってで売上高公正比率とかね書いてある所在地が海外なのかと。でまあ、えー、と監査人の X とか X1 とか Y があってですね X1 は同じネットワーク事務所だと。 C の監査人 Y は現地の監査人ということでまあ Y ね C は海外ですから海外の現地の監査人だとで、なんかちょっと C にいろいろ問題があるんですね、えー、買収したにより取得した会社で、えー、企業文化の公社グループとの企業文化大きく違いが大きくてね、えー、過去の過程で会計処理のここがまあちょっとねポイントになってきますよね、えー、過去数年にわたり監査人 Y による現地の法定監査の過程で会計処理の軽微な誤りがいくつか発見されていたとで <laughs> 後者は、ね、C 社の管理部門と月,末の月次の決算報告を通じてコミュニケーションを取ってるが業績面がメインの内容でこの後と C 社の内部統制の整備運用については C 社の経営者に任せているとここら辺がちょっとねポイントになってきますね。で D 社は関連性が乏しくグループ間取引は少ないと、まあ、こんな状況があってですねそして、えー、と問題があるわけですよね。えー まあ資料に重要な構成単位の判定の内容で、えー、重要な重要性の基準値の使用である税前の15%超である場合に財務的重要性を有すると。で、監査人 X は公 AB を重要な構成単位と判定したと。で、もうこれ書いたんですよ。税前の15%超の場合に財務的重要性を有すると。で、えー、問題文見てみると税前の15%税前の構成比率は後者は えっと四十六点二五。A. 社は二十。B. 社は十八点七五ということですよね。でえー、っと。まあ C. 社以降はこれ税前の構成比率は十五パー未満ということになります。で問題一を見てですね。こうし監査二 X. がコート A. B. のみを重要な構成単位と識別した理由。まあこれは当然ですね。税、え、前、ー、の構成比率があの。 15%を超えてるっていうことから、えーまあ、解説ちょっとね書いておきましたけども後者 A 社 B 社ね後者 AB は税前の構成比率が全部15%超だとだからこれはね、えー、グループに対する個別の財務的重要性を有すると、ねえー、まさにこれ問題文にもありますよね財務的重要性を有するとこれあの環境にあの600のねグループ監査の文言で言えば個別の財務的重要性を有するとだから重要な構成単位として識別したと、まあ、これは書けると思います。一方 AB ととのみを重要な構成単位としたじゃあ CDE は何で重要な構成単位とならなかったのかともちろん CDE はですねあの税前利益のね構成比率は15未満ですよ。ただあのもう一つ判定の指標がありましたよね。重要な構成単位っていうのは企業集団ね連結財務省に対して特権リスクがある。 ここの場合ににには重要なな構成単位になるとということで CDE ついててはそれもなかったったことですよねつまり CDE は税前の構成比率が15%以下で個別の財務的重要性がないっていうことプラスですねグループに財務省にかかる特権リスクが含まれる可能性も識別されてないと、まあ、ここは想像で書くしかないです。だって結論が重要な構成単位には該当しないと判断した理由ですから重要な構成単位に該当しないってことは個別の財務的重要性がないことは問題文で読み取れるけど もう一つの、ね、要件を満たさなければ重要な構成単位に該当しないっていうふうに判断できないわけです。もう一つの要件としてはね、えー、グループ財務省にかかる特権リスクがないということですよね。だからここを書いてあげて、えー、結論として重要な構成単位には該当しないと。なのでえっとまあ問題1はですね第2問問題1は、まあ、ここはあの何とか考えて書いていただきたかったところですね、まあ、ここなんかはあのしょっちゅうね。えー 勉強しているところだと思いますので、えー、ここはしっかりと書けるように今後ね受ける方していただきたいと思いますはいでえっ、ー、と問題2に行きましょう問題2は監査 2X は公正単位の財務情報の監査とかレビューを実施する場合に公正単位の重要性の基準値を決めなきゃいけないんですね公正単位のまあ つまりグループ監査人は構成単位の重要性の基準値を決めなきゃいけないが一般にどのように決定すべきかもうまさにこの文章は一般にどのようにっていう意味で文言で言えばねまさにこれはあの事例なんかを考えずに一般的なことを考えればいいか書けばいいのでここはあのはっきり言って問題の事例を読まないでも解けた問題ということになります。で これはねもうレジュメにこの基準をそのまま入れましたよ。えっ、ー、と問題にはこれグループ監査ね環境600の A41 個ここがそのまま回答になるってところです。これをま問題文に沿ってねあの記述してあげればいいと。まずは構成体の重要性の基準値は太とちんとこ読んでますけどグループ財務省全体としての重要性の基準値よりも低く設定されるってことですよね。まずこれが一つのポイントと。 でえー、あとですね構成単位ごとに異なる場合があるよってことそして構成単位の重要性の基準値がグループ財務省全体としての重要性の基準値と一致する必要なくそれを超える場合もありますよとまさにですねここの内容を書いてあげればよかったということで、まあ、今回ねこの問題2に,、えー、については何とか点をくれるような問題だったのかなと思いますね。はいまあ、ここが問題2と、ね、環境600の A41 ということになります。 でねそのあとがね問題3がですね問1問2とあるんですがここは悩みますよね。あの回答欄は少ななないいいいいいんだけど何書いていいか分かんないというちょっと嫌なパターンですよね、えーまあ、回答欄がたくさんあるのも嫌ですけど回答欄が少ないと。で監査 2X によるグループ監査の計画における C 社への対応についてね問1問2に答えなさいということで,で財務情報に対し作業の実施を依頼実施をする場合にその作業を その実施する作業に影響をを与える要因を1つとということなんですねで財務情報に対して作業をやる場合に何が影響するかということですがやっぱりですね、まあ、ここを見ると C 社の内部統制整備運用については C 社の経営者に任せていてしかもですね C 社のこの監査でね過去数回にわたり数年にわたり軽微な誤病ですけども いくつか発見されているとってことはですね C 社のこのね財務報告にかかる内部統制って有効じゃないんじゃないのと有効だったら間違いが発見されるはずですよね。それがあの C 社のね内部統制のこの有効じゃないためにですね、えー、軽微な誤謬、えー、がね発見されると、まあ、いうことになってると思うのでレックのね回答としてはここ、まあ、C 社は解説にも 解説、ね、レジュメで見ていきますが C 社は過去数年にわたり、えー、監査 2Y に,による現地の法定監査の過程で会計処理の軽微な誤謬がいくつか発見されていたということで、えー、C 社の内部統制の有効性、まあ、ここが。 財務情報に対して作業を実施する際に影響を受けるだろうなということで C 社の内部統制の有効性という部分をですねあの模範回答として挙げていますまあこれだったらねそんなにあの誰もまあ文句言われない回答かなということで C 社の内部統制の有効性というふうに決めて回答していますはいでえっと 次あ、先に問題ですね。で、問い2として財務情報に対するね。作業を公正単位の監査人 y につまり、現地の監査人にお願いする場合、問1の要因に関連付けて監査人 y と行うコミュニケーションの内容ですよ。これはねまあ、問1に関連付けてと言ってます。内部統制のね。有効性に関連付けて、えー、y と公正単位の監査人と。 コミュニケーション何するかっていうところでまあここはね、えー、こう書くしかないかなと思ってますね。見ていきましょう問いにですね後者は C 社の内部統制の整備運用について C 社の経営者に任せているという状況です。 そうすするとグループ全全体体もも有効じゃなないいいはずでてこのため監査に X と Y はいかについてコミュニケーションを行うと何かというとまずやっぱこれですよ C 社の内部統制の有効性そのものや C 社の経営者が内部統制を無効化するリスク、ね、この辺がまず全体グループ全体統制も多分効いてないし C 社の経営者に内部統制の整備運用は、ね、任せちゃってるんで後者としても状況を把握できないということでじゃあ C 社の内部統制のあのー 有効効性とか C 社の経営者が内部統制を無効化するリスクこれについてですねえコミュニケーションをとってるるのかってことをコミュニケーションするさらにですね C 社虚偽表示がね過去もあのいくつか発見されてるので C 社の財務省にどこにどのようなね虚偽表示が行われる可能性があってその結果グループ財務省にどのような影響を与えるかまあこういったところをですねコミュニケーションとるっていうのがまあ あの一般的でしょうねここも回答しにくいですよね何書いていいのかっていうところになると思いますがまああの問題文で C 社の内部統制がね、えー、有効じゃないっていうことがわかり読んで取れます、えー、過去に軽微な誤病がいくつか発見されていたし C 社の内部統制整備運用は C 社の経営者に任せていると、まあ、こういった状況ではね、えー、まあ有効じゃないって言っていいでしょうね。なので、まあ、あのしかもグループ全体統制これも任せていてですねグループ全体統制っていうのも聞いてないと。そうすするとですね 監査人 X はあの Y とあの以下についてコミュニケーションを行うっていうところで、えー、これはねもう一回言いますが内部統制の有効性とか C 社の経営者が内部統制を無効化するリスク、まあ、ここについてですねあのまず1個目話すと、まあ、ここは逆に内部統制つながりで、えーまあ、言えるかなと内部統制つながりで。 内部の有効効性とか、ね、無効化するリスクでもう一つがもう一回言いますけども、えー、どこにどのような虚偽表示が行われる可能性がありグループ財務省にどのような影響を与えるかとまあここの文言ですねこれ換気棒のね600の A27 項かな解説レックのね配布する解説にも書いてあるんですけどもここの部分 A27 項を参考に、えー、そういったところをねこのどこにどのような虚偽表示が行われるか可能性があるかってとこまで書けるといいかなと思います。 はい。えー、これが問題3ですね。そしてですね、えー、問題の4。えー、これは、ここもね、回答欄短いんですんで、あの、何を書くかっていうふうにね、迷ってしまうところではあったと思うんですが、えー、グループレベルでの分析的手続きの結果、D 社ですね。で、D 社の情報っていうのは問題文に、まあ、そこまで多くは書いてないんですけどね、えー、D 社っていうのは、あの、 ここの最初のね新規事業展開を目的とした子会社だということとあとはですね公社グループ内では異業種で公社グループの主力事業との関連性が乏しくグループ間取引が少ないという状況ですよねこれでえっ、ー、とその会社にね D 社の貸付金残高がグループ財務省全体としての重要性の基準値を超えてるとさらに当該貸付金は事業上の合理性が不明瞭だと いうことで、まあ、これ何の貸付金だって話です。で、この時に d 社の財務情報に含まれる貸付金について必要と考える監査手続きを4つ、アサーションに関連付けて答えなさいということなんですね。でも、ここはですね。アサーション。まあ、監査要定を考えていってですね。それに関してどんなの監査手続きをやるかって1行しかね。回答欄ないですから。まあ、ここについてはね。もうあの簡単に考えて書くしかないと。 でアサーションとしてはですね実在性評価の妥当性権利の帰属表示の妥当性まあ、これを挙げてますねあのまあ、貸付金がですね需要、えー、性の基準値を超えて計上されてるんでまあ網羅性っていうよりはですねまあ実在性の話ですよね。であとは 期間配分っていう話よりもね、まあ、BS 科目ですし、まあ、その2つが除かれてですね実在性評価の妥当性権利の帰属表示の妥当性まあここの4つかなとで実在性本当にねその貸付金が存在するのかっていうことに関しては、まあ、貸付先に対して確認ね残高確認、まあ、確認ですよ、えー、確認上を送るっていうことで、まあ、これが一番ねあのいいかなと思います。 実際に実家の貸付金が存在しているかっていう意味で確認状を送るとで評価の妥当性これは貸付金がですね将来返ってこないんであれば貸し出し引当金を計上する必要がありますよね。ですから評価の妥当性としてねえまあ関連資料の閲覧とか質問によりまあこれ上 トークというかね。あの閲覧とか質問っていうのは、もうどんな場合でもやります。しかもこういったね評価の妥当性という場合にはまあ、関連資料の閲覧とか書けばですね。まあ、あのー、全然罰になることはないで、関連資料の閲覧とかね。質問をして回収可能性の検討を行う。まあ、ここです。ポイントは回収可能性の検討です。回収可能性を検討することによって、貸引の金額が正しいかどうかってことをね証拠が得られますから、えー。その具体的な手段としてはまあ、関連資料の閲覧とか。質問 ということとで回答してますあと権利の帰属ねこの貸付金本当にそれ会社のものなのと、ねえー、誰かのか誰かが、えー、の権利貸付金じゃなくて本当に会社に権利があるのかということで、まあ、取引の基礎となる契約書等ね契約書なんかで本当に貸してるのかっていうことに関しての、えー、契約書を閲覧すると。 で最後もううつは表表示示でですよねね、まあ、これ表示書くししかないでしょう、ね、経営者に対する質問やあの倫理書等の閲覧により取引の実態についての検討を行うとここはね案に何意味してるかっていうとこれ D 社がねえ何かこの貸付金っていうのは関連当事者に対してね何か貸付をしてるんじゃないかとかそういうことも疑われるわけですよ。えー、事業上の合理性が不明瞭でですねえ何かそんな貸付金を誰かにね、えー 貸付しているということであれば、もしかするとですね、取引が、あの。ね、えー、例えば関連当事者に関する貸付金で、取引先とね、共謀して、えー、まあ。 あまあ、ごめんなさい関連当事者に対する貸付金じゃないかとかね取引先と共謀してね貸付金じゃない項目を貸付金として偽装してないかとなんか本当は違う勘定科目なのに、えー、取引先と偽装して貸付金にしてるとてね、えー、そういったようなこともあると思うのでですねやっぱりその意味で表示ね、えーまあ、財務省の中期関連当事者の中期を含めて本当に、えー、このね貸付金そのままでいいのかっていう観点から表示の妥当性で具体的には経営者に対する質問とかね 臨理書等の閲覧で取引の実態が何なのかということを把握した上で本当に財務省への表示開示がそれでいいのかということについての証拠を入手するべきだということになります。 はいえー、まあねちょっと1時間弱の中でね短い時間の中でざっと見てきましたがどうですかねまず第1問のが書きにくいですよねなんとなくねこれ受験生によって差はあると思いますけど第1問はやっぱり書きにくい主要な検討事項が出たのに書きにくいまあただ書ける部分ね関西医系との関係とかですね未公表情報のところ、まあ、そういったところがね部分点を積み上げていくっていうことができればよかったかなというふうに思いますね。で第二問のののののグループ監査なんかは、まあ、あの関係をそのままのね、えー、ここ重要性のところとか ですねあの えー、その前のところですね、えー、重要な構成単位と識別した理由とかね、まあ、そういったところ特に問題1問題2ですか、まあ、その辺を何とか書いてですねあと残りのところ問題4はねもうこの監査要点、まあ、アサーションを何とか並べて、えー、そこに対応する監査手続きを頑張って一行書くというところですよね。で、えー、グループ監査問題3もですね、まあ、ここ内部統制を書くか、まあ他にもいろいろ考えれるのかもしれないですけど、まあ、問題文の情報からは C 社の内部統制を 構成がちょっと希釈だというところをね。っ0か,かりにして書くということになったと思います。ということでえー、っとね。なんか今回はね。今、まあ、やっぱり例年通り論文の問題として、あのやっぱすごいなと。もうあの担当もね。あの、えー、この間の担当はそんなにね。あの、粗末な論点出なかったですけど、あの今回の論文もですね。とても練られた良問なんだと思います。ただ、これ受験生の皆さんが書くのは大変だったと思います。思ってる以上にこの問題を見,見た。 感じ以上に あの多分みんんななでできてないと思うんですだから、あのー、すごいね合格者も団子になっててもうすごい正規分布で、ね、こうもう本当に合格者が団子になってる状態だと思いますんでまあここからね一歩抜きん出るためにはやっぱりですね難しい問題じゃなくてこの私がこのね今の解説の中でここはできてほしいって言ったところを着実に漏らさず取れてるかというところがポイントになったかなと思います。はい、というわけで、あのー、令和4年のね論文式試験の受験をお考えられてる方について てはこの例は3年の試験もですねしっかりと解いて、えー、同じ問題が出たときは解けるようなねレベルまでしといていただければというふうに思いますはい、えー、というわけで例は3年の論文式試験の監査論の解説これで終わりにしたいと思いますどうも皆さんお疲れ様でした。